何なんだ、一体何なんだ。お前のせいだぞ立松。お前がついていながらどうして蘭を守れなかった。ごめん坊ちゃん。ごめんって言う前にさっさと蘭を見つけろ、この飛躍だな。ぶっ殺した。なんだ君たちは。ここは部外者立ち入り禁止だぞ。今警備の警官を呼ぶ。そこを動くな。ん？君、工藤新一君じゃないか。重要参考人として逃亡中の君がどうしてここに。なんだ、どうしてここに人がいるって分かったんですか。何を言ってるんだ。あんな大騒ぎすれば誰だって気がつくに決まってるじゃないか。警察の中でぶっ殺すだなんて。なんだ。まあ最後のパネルのキーワードがあなたの名前でしたからね。キーワード、何の話だ。私はただ騒ぎを聞きつけて。僕たちはこうしていただけですよ。ただストラップに内蔵された盗聴器で僕たちを監視していた人にはそうは思えないかもしれないですね。ごめん坊ちゃん。ごめんって言う前にさっさと蘭を見つけろ、この飛躍だな。ぶっ殺す。あの場所で蘭の携帯を見つけた時、ストラップのこの部分に小さな穴が開いていることに気がついたんです。だから僕たちは。君は愛するものをその手に取り返せるかな。おい、どうしたって言うんだ。このスラップに盗聴器が仕込まれてるんだ。盗聴されてることを逆手に取ろうぜ、おっちゃん。解剖、生きてる蘭を解剖するんだと。おっちゃん急ごう。うん。僕たちはわざと死体置き場に行くとあなたに聞かせたんですよ。そして警察に来る前に俺と探偵坊主で乱闘シーンもあらかじめ録音しといたのさ。僕たちを白い部屋に閉じ込めた犯人、それはあなたですよね。監察医の平田はじめさん。僕たちを白い部屋に閉じ込めた犯人、それはあなたですよね。監察医の平田はじめさん。何勝ち誇ったように言ってんだよ。事態はまだ全然変わってないんだぞ。低体温による過失状態をキープするのにはとってもデリケートな温度調節が必要なんだ。俺がこのボタンを押せばその温度調節は停止する。この部屋のどこかにいるモーリランはそのまま死ぬことになるんだぞ。そうそうそうだよ工藤新一、俺はその顔が見たかったんだ。負けを覚悟したお前のその情けない顔がな。以前街でばったり再会した時、お前は俺を覚えていなかった。俺がどんな思いでお前に声かけたかも全く知らずにな。こう見えても俺は東京医療大学の次期学長確実と言われたエリート氏だった。監察医として事件解明、犯人検挙にも貢献してきた。だがあの冷凍倉庫の事件で俺のキャリアもメンツも丸つぶれになった。わかるか、お前のせいで俺の人生めちゃくちゃになったんだ。だからあんな白い部屋を用意して過去の事件を散々思い出させたんだな。人の人生狂わしたんだからさ、相手の顔と名前ぐらい
覚えておくのが礼儀だろうよ。ランを助けてくれ。ランはどこに。助けてくださいだろ。ちゃんと敬語使えよ。自分の立場分かってんのか。くそ。おい探偵坊主、他に策はないのか。ない。おい平田さん、完全に僕の負けです。だから最後に一つだけ教えてください。あなたはどうやって僕たちを白い部屋に閉じ込めたんですか。なんだよ、知りたいなら土下座して頼めよ。知りたいです平田さん、どうか教えてくださいって。しょうがねえな。じゃあ教えてやるよ。お前たちが心底信用しているあのガールフレンドがお前たちに睡眠薬を飲ませたんだよ。ランが俺たちに、ランが俺たちに。あの子の母親をまず誘拐したのさ。そしたらあの子怯えちまってさ、簡単に言うこと聞いてくれたよ。何？そういうことか。エリさんは今どこに。本木ふ頭で停泊しているシーオリエント号っていうヨットでおとなしくしてもらってるよ。怪我はない。あったとしても船酔いぐらいだ。だからランは。どうだ、悔しいか。悔しいだろ。悔しくなんかない。あ？ただ猛烈に腹が立っている。ランの優しい心につけ込んだお前の卑劣さにな。聞こえたか、本木ふ頭のシーオリエント号だ。急いでくれ。なんだ。動かないで。どういうことだ。盗聴器ってのは電波で音を飛ばす。だから佐藤刑事と高木刑事にも同じ電波を盗聴してもらってたのさ。いつの間に。追われているはずの工藤君が見え見えの変装で私たちのいる警察署に現れた。これは密かに協力してほしいことがあるに違いないって思った。なので一回二人を中に入れてから廊下で接触したのさ。木崎恵里さんの救出には今もう地元警察が向かってるよ。くそ。落ちろ。バカ野郎、危ない。平田はじめ殺人未遂容疑で逮捕する。しっかりしろ。ラン、ラン目を覚ましてくれ。俺は何をなかったのか。俺は何をなかったのか。
新一。ごめんなさい。怒ってるよね。自分に腹が立ってやりきれねえんだ。蘭はずっと一人で白い部屋でずっと悩んでたのに、俺はそれに気づいてあげられなかった。本当にごめん。全然でも無事でよかった。父さんも心配かけてごめんね。いや、いいんだよ、うん、お前が無事ならそれでいいんだ。エリも大丈夫だ、もう全部大丈夫だ、何もかも大丈夫だ。じゃあ俺はエリを迎えに行ってくるから。よし、病院行くぞ。ねえ、しんいち、探偵って犯人を突き止めるだけじゃダメなの？これからもやっぱり。ああ、俺は探偵を続ける。事件を解決した数だけ俺は探偵としての責任を負ってるんだ。そのことが今日よく分かったんだ。そっか、分かった。あ、狭いところにずっといたから、ランが退院したらパーッと広いところでも行きてえな。遊園地。分かった分かった。じゃあランがちゃんと元気になったら、空手の都大会で優勝するぐらい元気になったら遊園地連れてってやるよ。やった。もう新一から悟っておいて遅刻なんかして。悪い悪い、今日はおごってやっからよ。しょうがないな。ランはどれに乗りてんだ？もちろん。まったく、もうほんと心配してんのにデートかよ。まあいっか、邪魔するのもなんだし。出して。あ、そうだ、これ。こうして白い部屋の事件は解決し、ランは元通りの元気さを取り戻し、俺はランと二人で遊園地に遊びに来たってわけ。嬉しい。実はそこで俺たちは衝撃の大事件に遭い、俺は謎の黒ずくめの男たちにとんでもない目に遭わされてしまうんだけど、まあそれはまた今度話すよ。真実はいつも一つ。